どうも、怪しさ 120% の男、ブスジマです。この世の果てで恋を歌う少女優の実況プレイ PC98 番、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回、双子岩、なんだ、社の岩のなんか3つ目があるとか、50年前とかなんかそんなような話だったんですけど、まあ、ブラブラしてたらですね、なんか公園に来たら、まあ、これ、ワンコロとなんかやってんの、ワンコロだよな、ワンコロ、これ、よからぬことしてなくないよな。まあまあまあ、とりあえずね。まあ、イベントシーンがあるとね、必ずなんかありますけど、まあ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 、いいでしょう。なんかイベントシーンがいけばバッと来るっていいことですよ。しかし、ほんとグラフィックが多いね、このゲームね。後ろにもカナちゃんのマンション見えますけど、これドット絵ですよ。素晴らしいですね。まあまあまあ、とりあえずやっていきましょう。明雲寺公園に来たけどと。なんだ、今は誰もいないなって。よ、お前の目は節穴が目の前にもろいるじゃねえかよ。あれ？あそこに座ってるのは、カンナちゃん？そう、体格はどうの、はい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 。もういきなりしょっぱなからもうあれですから。あら、これは、見せてやりてえけど、まあ、まあ、しょうがないね。詳しくは言うな、紫のマークが見えてると思いますけど。まあね。いや、ほんとグラフィックマジ綺麗だなっていうか、ワンコロ可愛いな、あの、野良犬と遊んでますね。いや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 、まあ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 ね、いいでしょう。カンナちゃんだということで、子犬と戯れている。あはふふと、くーんペロペロ。ダメよ、うふダメったら、やっぱりね、小動物ずるいな。俺も小動物大好きだけどさ、うん、こらもう BGM がそれに、うふあははと。カンナちゃんこんな笑顔いいね、いいっすね。カンナちゃんが笑ってるぜ、初めて見たような気がする。なんていうか綺麗だ。うふ、まあしょうがない子ね。あー、なんか笑うんだね。うん、ペロ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 と。あ、ダメよ、耳の中まで。あ、そう、犬ってね、やたら耳の中とかこう顔面舐めてくれよな。そうやな、こら、いたずらっ子なんだから、クンクンと。うふ、しょうがない子ね、甘えん坊さん。この年でそれやるとね、ぶっ飛ばされますからね。うん、てん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 、ごめんね、てん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 、ごめんね、今日でもう最後だから、たっぷり甘えさせてあげる。おーおーおー、ちょっと俺も仲間に。いやー、そういう話ではない。あれか、ネックレス。明日からまた私、てん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 。こんな生活がいつまで続くのかしら。この命の炎が燃え尽きるまで。きゃ、ダメよ、これは。これがなくなったら私生きていけないから。多分、なんだろう、ペンダントのことだろうな、これ。ネックレスというかな。うん、てん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 。あの人といるとなぜかドキドキするの。なぜかしら、こんなこと今まで一度もなかったのに。うん、一度だけあったわ。でも、これほどまで強くはなかった。一体あの人は誰なの？私の何なの？でも、もうすぐ私は、こんな気持ちじゃ私。てん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 。パキッ。あ、やば。はい、いつもの、カンナちゃんですね。あ、有馬さん。ごめん、別に覗くつもりじゃ。いろんな意味で。てん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 。てん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 。てん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 。言うことがあったはずだろう、ブス島。言えよ、さあ。何か？カンナちゃん、退学申し出てたんだって？はい。なんでそんなことをしたんだよ。有馬さんのせいです。お？お？え？と言ったらどうしますか？おおおお、そういうことを言うのかい。てん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 。安心してください。私が風紀を乱してしまったからです。だから退学を申し出ました。風紀を乱すってどういうことさ？そう大人たちは言います。嘘だろ。なぜ嘘だと思うんですか？だって不特定の人たちと肌を重ね合わせるのが道徳や倫理に反するからですか？それは有馬さんも結局大人たちと同じなんですね。それは違う。俺のチンプな倫理観を振りかざすつもりなんてこれっぽっちもないぜ。まあぶっちゃけそういうもんだよな。いやだって変な話、付き合った数とその人数って絶対比例しないっすもん。同じ人って俺自分の知り合いでは少なくとも見たことはないですね。うん、見たことっていうか聞いたことか、話はないですね。うん、絶対ね、そっちの方が数上がるんだよ、どんなことしても。まあね、うん、まあこれは俺のあれだけど、だから全然ないと思うんですけどね。いえ、有馬さんは気になるんだよ、君のことが。え？なぜかわからない。親父のこととか君の走行とかそんな事件とは関係なしに気になるんだ。てん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 。
早くに両親を亡くしたって言ってたよな。はい、俺も母親を幼い時に亡くしていてね。てん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 。あんま覚えていない母親のことを時々思い出すんだ。いつも肝心な顔は隠れているんだけどさ、俺もね、そういう親とかではないんだけど、まあうちは親両方とも未だに健在ですけど、確かにね、思い出せない人いるんだよ。顔ね、実際にこう覚えてないっていうか、俺以外誰も覚えてないっていう方が正しいんだけど、まあそういうのはありますね。てん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 。なぜかはわからないけど、今朝君を見た時母親を思い出した。変かな、これ伏線っすよ、これ確か。うん、あんまり詳しくは言わないけど、これが実はシナリオをちょっと変更しなきゃいけないようなことなんですよ。まあまあまあね、詳しくは言いませんよ俺はね。うん、そんなこと。てん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 。だから有馬さんのそばにはもういられません。え、おお、かんなちゃん。うん、ちょっと待ってくれ。おお、ピローになった。聞きたいことなんて山ほどあるんだ。そして俺は方向がないからマップを開けない。うん、さっきねローディングするときマップ、お、これ見れんじゃねえと思って見ようと思ったら、方向が一個もないから見れませんっていう風に出ましたからね。うん、親父のこと、大学のこと、そして写真のこと。あの写真は気になるな。なぜ俺の胸がこんなにドキドキするのか。待ってくれ、聞きたいことがあるんだ。かんなちゃん、てん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 。いなくなってしまった。なんなんだこの感じは。そして夕方、めちゃくちゃ絵が綺麗。彼女がいなくなるって聞いた途端、胸が締め付けられたような感じがした。俺の錯覚か。くそ、彼女を見失うべきじゃなかったか。彼女の行きそうな場所といったら、あとあれだよな、伊作もどきとも今日は約束があるんだよな、そういえばな。まあとりあえず、まあブラブラしてみましょうか。そう、体格はどうの、はい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 。もういきなり初っ端からもうあれですから。あら、これは見せてやりてー。この世の中でで声を歌う少女ユウノ。はい、ということで今ねイベニングにやってまいりました。喫茶店ですね。ちょっとねこれ右側見覚えのあるお姉様がいるんですけど、俺はねこういう美しい方はね忘れないんですよ。そしてツイッターでもねコメントでもいただきました。ジュークボックスありますんで、ちょっとねできるんだったらやってみたいかと思いますけど、これさ、あらー、このお姉様、俺でもこんな格好のお姉ちゃんいたら絶対みんなチラチラ見ますよこれね。イブニングだ、すぐ一歩攻めついたもんな俺。何度足を運んでも俺の知ってる人はん？いるじゃねえか。ほら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 、これね、このメス、これ覚えてますよ。とりあえずここ見てみよう、ジュークボックス。まず違うよ、そこじゃなくて、ほら目の前のあそこだ。え、どこ、ここ、ここ、ここ、そこじゃないって。右側のテーブルの、そう、そこだ。これだろ、これこれこれじゃない、クリックできない。なんかできるっぽいんだけどね、なんかこれ見るサイゼリアっぽいっすけどね。これだろ、ここだろ、これな。そうだ、あのメスは確か。もうちょっと間近で見てみよう。おお、期待するぞ。もうこうなったらとことんまで期待しちゃうぞ、これ。おお、おお、いいっすね。何これは、捨てるタバコは丸ボロか？ハイライトって可能性もあるな。あら、これもう、あら、このテーブル素敵ね。うん、やっぱり。いや、マジで絵綺麗だな、これ。このさ、二の腕のところとか素敵じゃね。もうね、今回ね、度外視でいきますけど、このグラフィックに関してちょっとマジで説明しますよ。ちょっとこれね、俺のね、勝手なニュアンスですけど、この、おそらくこれ紫使ってるんですけど、どっちかっていうと黒に近い紫の光沢なんですよ。で、この黒ベースとか白ベースって、まあ今回白はないですけど、まあ砂糖なんか白ですけどね、描くのすっごい難しいんですよ。で、なおかつこれ16色に限定はしてるんですけど、この16色っていうね、この枠内でだよ。これ演出って16色に見えねえもんな。特に髪の毛とかさ、ほんとすごいなこれ。ほんとに、いや、これが7年だっけの作品なんですよ。とにかくこのね、まあほんとに当時のエルフさんってもう群を抜いてたもんな、グラフィック。いやー、今見てもこれね素晴らしいよ。なんかね、もしかしたらブスジママが入ってるかもしれませんけど、それを抜いたとしてもめちゃくちゃ綺麗っすよ。このグラフィックって意味合いでははっきり言うけど、これ
めっちゃ説明したいもん俺ね。まあまあまあいいでしょう。いざった学校のホールで見かけたボデコン女ですね。これ植え込みを挟んで隣をチラチラ伺っているようだけど、ほう目立つ格好だな、随分な。そうでした。何かを見張ってるというか監視しているというか、てん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 、俺も監視しちゃおうかな。一体何を見てるんだろう。目線を追っていくと、おー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 おお、ここ寄生女がいるじゃん。おー、あと龍造寺かこれ、てん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 、はーってな。いやこれさ、葉っぱとかすごくね、これ本当に。龍造寺に相手は香りとかいうメスだなと。龍造寺の待ち合わせの相手ってのはあのメスだったか。なんか神妙な顔つきで話をしているようだ。一体何の話をしてるんだ、てん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 。待てよ、龍造寺と香りの組み合わせは確か気になるが、こっちも気になりますね。いろんなところが気になりますね。もっと気になるこのボディコンメスだぞ、ということで、一体なんで龍造寺たちを見ているんだ。話しかけようぜ。こんな目の前に座ってるようだったら話しかけようぜ、俺。おはん。あ、お、あ、顔めっちゃ可愛い。可愛いね。あーって、もう、このシリアスな顔からいきゃ、この、ちょっとね、童顔チックな顔、めっちゃ可愛いっすね。いいっすね、いいっすね。いや、めっちゃタイプだわ。ずいぶん驚くな。君は、有馬ブス島？なんで俺の名を？わ、じゃなくて。表情豊かだな。いいっすね。てん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 。てん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 。この BGM がまたいいね。てん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 。てん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 。あ、これで4パターンだぜ。すごいね、これね。どなた様？何かご用ですか？どっかで見たことあるな。おそらく俺の想像だと、まあ、だろうなっていう感じはありますね。どこだったか。まあ、とりあえずちょっと話しかけてみましょうか。このナイスなバーストがたまらんじゃなくて、いや、そしたら話しかけてんだよ。これもどこかで見たような。じゃあ、もう一回話しかけてみましょう。ああ、まあまあ違うね。話しかけるの、ここの？あれ？このタバコどっかで。ずいぶん捨てんな。灰皿だな。ナイスバーディーな女性と灰皿。何かを思い出しそうだ。よし、とりあえずちょっと話しかけましょう。見えてるぞと。少しは嬉しいが、今そんなところを見てる場合じゃ、このね、部分でなんか音がバーガーみたいに喜ぶからね。よし、話そう。どちら様？なんだかどこかで見たような。はい、ということで、ナイスバーディーにタバコか。もうあの人しかいないじゃんね。タバコか。待てよ。ギク。タバコといえば煙、煙といえばゆらゆら漂う、漂うといえばクラゲ、クラゲといえば海といえば青、青といえば空、空といえば雲、雲といえば白、白といえば白衣、白衣といえば濃い、濃いといえば、あ、青か、そんな推論あるわけなかろう。はい、来ました。ああ。この驚いた顔いいな。好きだな。ビクッ。エリコ先生、エリコ先生だろ。私はエリコなどという名前ではないぞ。いや、これエリコ先生との喋り方っすね、これね。口調がエリコ先生になってるよ。いや、BGM とかもすごい。今回エリコ先生会っすね、これね。いいっすね。エリコじゃないって言ってるのに、ブツブツ。何ブツブツ言ってんだよ。てん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 。恋の先生、乱れた夜の生活、なんて記事が載りそうだ。ま、ここはそうだな。まあまあ、ということで、どうかな。何が言いたいんだ。つまり、ここだけの話ってこと。いや、俺、エリコ先生やっぱね、好き。一番好き。いいっすね。君と私の中だ。まあ、毒を食らうならテーブルまで食えって言うだろ。なんだよ、それは。おー、やっぱりエリコ先生いいな。好きだ。何をやってんだよ。こんなところでそんな姿で。おかしいな。おかしいかなか。おかしい。しかし、この手の格好は比較的メジャーという話だが、そういう問題じゃなくて、この格好はそれにしても随分違うぞ。じゃあどういう問題なのかな？エリコ先生がここにいる理由だ。まあ、話せば長くなる。夜遊びってわけじゃなさそうだけど。いや、実はな、私は夜になると男が恋しくなるんだ。はあ。我ながらいい理由だ。だから夜な夜な繁華街を徘徊し、男を釣る。と、まあ、こんなところでどうかな。ずいぶんへりくつっぽいところが好きなんだよな、エリコ先生は。普段だったら即信じるけどね。不本意な言われようだな。てん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 。どうも捉えどころない先生だな。
まあまあまあね、うん、ま、待ち人こずというとこさ。へえ、男に振られたのかな。大人をからかうんじゃないな。君こそこんなところで何をやっている。俺はそのね、イサクモドキと約束してたけどすっぽかしちゃってんのかな、どうなんだろう、わかんねえ。まあいいや、とりあえずな。俺はそのどうしたんだ、そんなしけた顔して。しけたのは余計だよ。ま、私の予定が未定になってしまったからな。君のために時間を割いてもいいぞ上から目線だ。やってもいいぞ、だったね。話してみるか。カンナちゃん、畑のことさ。退学届は学校側が受理したよ。あ、聞いたよ。話が違うじゃないか。私の心のこもった唇を君に与えたんだぞ。恥ずかしい言い方やめてくれ。俺はカンナちゃんに、彼女に、ふう、どこまで話していいんだ。一つ話し始めると芋づる式に全てを話さなきゃならなくなっちまう。ああ、まあとりあえずでもエリコ先生なら信用できっからな。俺はカンナちゃんが、待て、え、伏せて、え、痛い痛い、顔に手ぶり押し付けないでくれよ。し、まずいな、すぐ立ち去るつもりだ、逃がすものが。え、ちょ待てよエリコ先生。あ、やっぱりいいすまん、話は後だ。どういうことだよ。待ち人が来たということさ。おお、行っちゃったよ。ちょ、エリコ先生。誰かに気づいて出て行っちゃったけど、一体どうしたってんだ。エリコ先生。おお、ジュークボックス見たかったな、俺。てん。エリコ先生はいない。見失ってしまった。一体どうしたってんだ。誰かを追いかけて行ったようだが。おおおお、来た。おお、このね、一回消えてまた出てくるっていうのは、これパターンだな。やっぱりエリコ先生美人だな。いいな、おい。うわっと見失った。なんだよ、いきなり駆け出してって。おっきいのかと思ったぜ。そうだな。おうおう、否定せい。いつものツッコミがないぜ。結構落胆したみたいだ。手がかりを逃してしまったか。なんか重要なこと追ってそうだな。手がかり？再び予定が未定になってしまったか。てん。そうだ。確か君に渡すものがあったな。俺に？例の畑野くんだよ。畑野、カンナちゃんが俺に？あ、君宛に預かっているものがあった。すっかり忘れてしまっていたな。こう見えても私は多忙の身で。一体何なんだよ、その預かり物ってのは。大きめの茶封筒に入ってる。封がしてあったし、中は見ていない。もう天が？俺宛に何だろう。どうする？無論受け取るさ。そうか、予定が未定になったからというわけではないが、今から行けるか？おいおい、教師が生徒をホテルに。アホか、保健室だよ。私の職場だ。なんだ。まあでも保健室でもね、まあね、うん。ふん、減らず口を叩けるところを見ると、まだ大丈夫らしいな。心配してくれるんだ。気にしているだけだよ。まあとりあえず保健室行くって感じか？てん。カンナちゃんがこの俺に、一体何なんだろう？お、まあ、だろうなっていう感じはありますね。うん。どこだったか。まあとりあえずちょっと話しかけてみましょうか。この世の中で声を歌う少女、ユーノ。はい、保健室一気に飛んでまいりました。カンナちゃんがこの俺に渡したいものか。別に金を貸していたわけでもないし、何かを頼んでいたわけでもないし、はっきり言ってわけがわからないのが本音だな。てん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 。なあエリコ先生、まだかい？もうちょっとだ。うんと。何悩ましいな声出してるんだよ。悪かったな。こう見えても私はヒップが充実しているんだ。まあケツでかいのはいいことっすね。うん、いいことだ。はあ、つまりだな。ちょっと。フィットしたこのワンピースが、ちょ。つまり脱げないってこと？恥ずかしいことを大声で言うな。自分で言ったんじゃないか。手伝ってやろうか？お断りだ。この裏か。きっとこの裏でなんかやってんだろう、これ。うわぁ、行こうぜ。まあ、この際だからもう生きてよ、俺。チェ。てん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 。エリコ先生はベッドのところで着替えているぜと。でもまさかあんな格好で夜な夜な繁華街を勘違いされるな、完全な。昔俺もなんかね、ちょっと変な格好で歩いて勘違いされたことありますからね、繁華街でね。うん、ますます気に入ったぜ。うん、俺も気に入った。何か言ったか？うんしょと。その、うんしょってやめてくれよ。まあ年寄り臭くて好きだけどな。だが、この服意外にうんしょ。早くしてくれよ。おしっこは漏れちまうぞ。おう、漏らせるもんなら漏らしてもいいぞ。そういうのがお好みか。おお、またピロン来た。またピロン来た。まあまあとりあえずね、まあとりあえずちょっともうちょっと行ってみましょう。この裏だ。そうだな。本当に着替えているのか。まったく。よし。すっ。てん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 。
言っておくが、俺は別に覗こうとかそういうことをしようってんじゃないぞ。エリコ先生がもし一人苦しんでいるのなら、それに手を差し伸べようとしているだけだ。うん、やっぱり助け合いって偉い人も言ってるから、その通りだ、助けましょう。って誰に言い訳してるんだろうな、俺は。とにかくそーっとだ、そーっと。言ってることが矛盾してるような気もするが、気にするな。そーっとそーっと、こういう時は矛盾します、大丈夫です。とまではなってませんけど、いやこれね、この指示マジ見せて、ちょっとね顔面のところだけは見せますけど、それ以外はちょっとお見せできないんですけど、あのグラフィックの説明っていうことであればぶっちゃけマジ見せたい。あのね、多分サタン版とかとはまた違うんですよ。16色で描かれた、あのね、なんて言うんだろう、ストッキングの肌色の描写すごいんだよ、本当に。いや、あれ、いや、マジでグラフィックとして見せてえけど、まあ、コンプラ的に見せれねえっていうのが一番の、あれですね。いや、たったこれだけの色で、あれ、よく表現してんな。マジでね、16色って信じられないっすよ。うん。まあ、というわけで、16色談義の話は長いんでやめときましょう。うん。とにかくすごかった。そんなことするわけあるけどさ。まったく君ってやつは。シャッ、お、開いた。お、いつものエリコ先生。このエリコ先生好きなんだよな、俺な。なんだよ。ま、健康な男の子だから気もわからないでもないが。そうだ、女性に対して興味を抱く男の、いや、人類の種としての本能なんだぞ、その通りだ。覗きを正当化するのに人類学を持ち出すやつは初めてだ。まあ、いいんじゃねえの、難しい話で殴られたけどな。うん。事実じゃないか。こういう男心がなくなった人類は滅びてしまうぞ。全くその通りっすね。ほんとその通りだと思います、俺は。で、確認はしたのか？何の？君は何しにここに来たんだ？鳩野くんからの預かり物を受け取りに来たんだろう。そうだった。机の上に乗ってるって話しただろう。そうだったっけ。ふう、ちょっと待ちっていたまえ。おー、なあ、エリコ先生。人類の種の保存には協力してやれないぞ。何を言っている？ほら、これだよ。これって、いつぐらいに手渡されたんだい？今日の昼過ぎ、夕方前くらいかな。てん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 、おう、ずいぶんあれだな、中を見なくていいのか？見えるよ、なんだ？ふふ、季節外れのチョコでも入っていたら？目ん玉、ドビューンだな。古いんだよ、言い方がなんかな、エリコ先生。は？おほ、昨夜の深夜テレビでこんな用語を話していたの使ってみたんだが、硬いんだよ、使い方が。それと、それがいいんだけど。あは、何の？ガサゴソと、ゴソゴソ。あ、通帳じゃん。これは親父の預金通帳だ。カンナちゃんの家で見たやつだ。彼女がこいつを俺に預けるってことは？てん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 。それは預金通帳じゃないか。ああ。どうかしたのか、それが。俺の親父のさ。確かに名義が有馬光太になっているな。どういうことだ？それは、そうだな。エリコ先生には話すかな。どうせ喫茶店で話しかけたんだ。ここで話してみるのも手じゃないか。おうおうおう、これ。ずいぶん長くなっちゃいそうだけど、まあ、そうだな。まあ、とりあえず一旦ここで動画切っとくか。あんまり長すぎる動画ってもね、良くない。と思うんですよね。まあまあまあ、もうね、今回はね、もういろいろ度外視ですから、私ね。もう大丈夫です。もう言うのとか、もう全部覚悟してますんで、私もね。はい、ということで、今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。